あ、こんにちは。教育コミュニケーションコース修士課程1回生の松崎と申します。現職教員学生体験談についてお話ししていきたいと思います。10分程度のお話となりますが、本日はどうぞよろしくお願いいたします。まずは簡単に自己紹介をしたいと思います。2012年に兵庫教育大学を卒業後、西脇市の小学校教諭として12年間勤務し、昨年2023年に本段大学院に入学しました。入学につきましては、いくつかの方法がありますが、私は兵庫教育委員会からの派遣制度により大学院で学んでいます。私が大学院に入学を志望した動機は大きく3つありました。まずは日々の教育実践や研究に対する問いです。授業研究に勤しむ日々を過ごしてきました。しかし研究を進めれば進めるほど良い授業とは何か、校内研究を進めるとはどういうことなのか疑問に思うようになりました。そしてそもそも教育とは何かという教育の本質に対する関心が芽生えました。どのように良い授業をするのかといった How の問いから、教育とは何かといった What の問いに興味が移りました。しかし、このような教育の本質を問うような問いを立ち止まって考える時間はありませんでした。文科や市教委から下ろされる事案について、どのように具現化するかに必死だったからです。学校現場においても教育の本質を問うことを同僚の方々と共有する余裕もありませんでした。そこで一度立ち止まって考え、同じ問いを共有する人たちと出会うために、大学院及び教育コミュニケーションコースを志望することに決めました。私の在籍する教育コミュニケーションコースは、まさに教育とは何かという問いを探求するコースです。関わりから教育を見つめ直すことについて、以下の4つの視点から探究します。右側のリンゴの木のイラストは、教育コミュニケーションコースの授業について表現しています。まず、土壌部分に位置する教育コミュニケーションコース論では、教育におけるコミュニケーション過程を成り立たせている諸要因について、哲学、心理学、歴史学などの様々な観点から考察します。次に、幹や枝部分の授業では、当コースに在籍する先生方がご専門とされている学問について学びます。最後の歯の部分に位置する教育コミュニケーション実践論では、より良き教育コミュニケーションのあり方について、具体的な実践例を踏まえながら、共同的に探究を進めます。次のスライドでは、この教育コミュニケーション実践論の授業の様子についてご覧いただきたいと思います。教育コミュニケーション実践論では、学生たちと先生が一つのグループを作り、研究テーマを立てて探究を進めます。グループは現職、ストレート、留学生と様々な学生の方々で構成されています。私たちのグループでは、日本人学生と外国人留学生のコミュニケーションというテーマについて探究を進めています。探究を進めるにあたり、京都国際学生の家という学寮に着目しました。ここでは様々な国籍の学生の方々が在籍をしていて、ハウスペアレンツという方々を中心に共同生活を営んでいる場所でした。文献だけではわからないことが多々あることから、私たちは京都国際学生の家の方々とコンタクトを取り、実際に現地へ出向き、インタビューを取らせていただきました。現在はインタビュー内容をまとめ、考察を進めています。探究を進める中で、お互いが得意なことを発揮したり、私自身の研究テーマと関連した学びがあったりと、大変充実した時間を過ごせています。続いて、昨年12月に実施された修士論文中間発表会についてお話しします。修士論文中間発表会では、年間1回自身の修士論文作成の途中過程を発表する場が設けられています。右側の題目は発表されたものの一部を掲載しています。ご覧の通り、多種多様な題目が発表されました。アプローチの方法も、
哲学、心理学、思想史、社会学と様々です。しかし、どの発表にも教育とは、コミュニケーションとは、関係は、とは、といった緩やかなつながりが見られました。職種や経歴などは様々ではありますが、大きな問いが共通しているので、様々な視覚から自分自身の研究を問い直すことができます。この点が教育コミュニケーションコースの特徴の一つだと言えます。続いて時間割です。このスライドは1回生前期の時間割表です。黄色の欄が授業です。このスライドは1回生後期の時間割です。教育コミュニケーションコース在籍の私は年間を通して1日に1から2コマの授業を入れています。私は卒業要件以上の授業はほとんど履修していませんので、特別支援などの免許習得を視野に入れる方であれば、この時間割をもとに履修する授業を増やす想定をしていただければと思います。授業のない緑色の枠の部分は何をしているかというと、書籍、論文の購読、研究会、学会に参加、院生の方々との協議、フィールドワーク、修士論文作成に向けた課題研究資料作成などに時間を割り当てています。授業時間外の時間をどのように使うかがとても大切であると改めて実感しています。最後に私自身の振り返りとして、大学院入学までに行動して良かったことと行動しておけば良かったことをお話ししたいと思います。まずはご自身の問題意識に近しい大学教員の方に連絡を取ってみることです。兵庫教育大学のホームページを通して、大概の教員の方と連絡が取ることができます。興味関心があること、研究について、コースの相談といったことを連絡を取ることで、私自身、入学までに何を取り組めばよいのか明確にすることができました。ぜひ勇気を持って連絡を取ってみてください。次に、ご自身の問題意識について作文をしてみることです。これは入学前に連絡を取り合った先生から助言を受けました。自分自身が何に問題意識を持っているのか作文をすることで明確になります。ご自身の問題意識が明確になることで、入学後の授業やゼミで意見をただ受け入れるのではなく、問題意識に照らし合わせながら考察することができます。私のゼミでお世話になっている先生曰く、考えて書くのではなく、書きながら考えるそうです。はじめは箇条書き程度でも構わないと思いますので、ぜひ問題意識について書くことをお勧めしたいと思います。そして書籍や論文を探ってみることです。一般の方でも兵庫教育大学内の図書館は利用できます。また、サイニーを使って気になるキーワードを打ち込めば、ご自身の問題意識と近しい方の論文が検索できます。どの先生に連絡を取るか迷われている方がいらっしゃいましたら、その先生はどのような論文を書かれているのか検索しているの、してみるのも一つの手だと思います。最後に、自分自身に、そして他者に問いかけてみることです。これは教育コミュニケーションコースのある先生がおっしゃられていました。入学説明会に参加されている皆様のことでしたら、何かしらの問題意識がご自身にあると思われます。その問題意識について誰かと共有したり、書籍や論文を読んで補完してしたり、疑ってみたりすることが自分に問いかけてみることです。他者に問いかけてみることとは、職場の方であったり、友人の方であったり、私以外の方たちがどのような質問を投げかけ、どのように答えているのか、その質問に対して自分はどのように考えるのか問うことです。自分と他者、どちらにも問いかけることによって、きっと私たちの研究が豊かなものに彩られていくだろうと思います。皆様の大学院生活が豊かな時間になることを願っています。ご清聴ありがとうございました。